ンポン。このシャツ。ふん、ゆずきゆかりというのかい？贅沢な名だね。今からお前の名前は。ゴリラだ。原型がね。誰がゴリラだよ。名前への順応早すぎん。今日はこういった方向性でいこうと思います。どうでもいいけど、そこの画像は見せんなよ。絶対だぞ。あかりちゃんもレッツチャレンジ。あかりちゃんというのかい？それフルネームちゃいますよ。贅沢な名前だね。手足ばくぞ。今からお前の名前はゴリラちゃんだ。どこ残しとんねん。あかりを残せよ。てか、お前がつける名前ゴリラばっかじゃねえか。バナナ、うるせえよんなゴリラ。ついなちゃんもレッツチャレンジ。ついなちゃんというのかい？はい。贅沢な名前だね。今からお前の名前はどうせゴリラ関連。あかりちゃんだ。なんでだよ。貫けやゴリラを。思いつかない。うるせえよ。なんでもいいけど、使い回しはやめろや。わけわかんなくなるから。今こんな感じです。意味不明。ちっちっち。他に名前つけてほしい子はおらんかね。もはやお前誰だよ。じゃあこの子はどうでしょうか。ふん。うんこというのかい？贅沢な名前だね。そうですかね。今からお前の名前はジンク。いいか、このチャンネルは良い子のみんなが見てるんや。下ネタ NG で頼むで。はい先輩。はい、ついなちゃん。うんこはいいんですかね。うんこは愛嬌でしょ。ねえ、うん。ピンポン。すみません、この通りです。どの通りなんだよ、怖えよ、やめろ。なんやねん、お前。実はあかりちゃんにお願い事があって。そうなんか？うん。でも先生のお願いって不安しく感じないんやが。そんなことないとは思うんですが。こっちを見ろ、こっちを。本当に悩んでるんです。この通り。だからどの通りなんだよ。一生のお願い。ごめんな。土下座。土下座をしろ。いいんだよ、動きにバリエーション出さなくても。土下座ってどんなの？てめえこら、頭を地面にすりつけるように深々と下げるようなポーズや、こんな感じですね。殺されてるわさびみたいな動きやめろ。手の立ちが増えると、当時のミスだけなんだよ、考え改めろ。まあ、ええわ、お願い事ってなんやねん。そんな知りたいならしょうがないな。特別だよ。ん？ごめん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 。はよ。いえ、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど。なんやねん、もちもちして。あれは乙女の顔はキスと愛の告白ですよ、先輩。いいよ、そういうの。いやいや、恥ずかしいですね。本当に？あかりちゃん。はい、私。漏れそう！早くトイレ行ってこいや、ボケ。ピンポン。ふひひ、そこのお嬢さん。は？なんや、私は巷で有名な占い師。あなたのお金がひたすら欲しい。なんだこの詐欺師。あなたの個人情報を当てましょう。いや、お前知り合いやん。名前、キスのあかり。KIZUMA AKARI。キスのあかり。うるせえな。名前の意味は、紅紙で結ばれた人との絆を明かりで照らす。まあ、誕生日は12月22日。うん、15歳、151センチ。まあ、キャラクターボイス米沢まで。やめとけ。大好きなのは熊のぬいぐるみ。おい、マイブームはリングフィットアドベンチャー。やめろ。体重は、やめろよ。てか怖えよ。どこまで把握してんのお前。うひひ、あかりたーん。うわ、お前マジでやめろ。てかそれうちじゃねえ。あなたの未来を占います。この水晶玉でね。それスーパーボールじゃね。やべ、間違えた。こっちでした。おい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 、誰の頭取り出してんだ。やめとけ。やっぱり本物は輝きが違いますね。やめろ。ありがとうございます。やめろよ。失礼。むむむむ、見えます見えます。はあ、オーライキーキしてきましたよ。あ、レインボー。占いってそういうのだっけ。はい、出ました。あなたの未来は、あ、やって。未来は決められてなどいない。あなたは自由です。でもお前やっべって言ったじゃん。ピンポン。こいつ俺の嫁。そうなんだ、お幸せに。こいつ俺の嫁。誰やねん。こいつ俺の嫁。嫁および、お前は誰だよ。誰。俺の嫁選手権開催。はい。私の中年のアニメ鑑賞から選び抜いた俺の嫁ラインナップから最高の嫁を選び抜く。いや、わからん。目だけ映すなや。わからんやろ。はい、ドン。おう、こりゃすごいな。爽快。この人は違くね。嫁云々以前に屈強な男性ですが。確かにそうかもしれません。当時はね。今まだよ。差し替えてください。うん。ドン。わあ、すごい。で、うちこっち側。いけるいける。いけるか。いやいや、このそうそうたるメンバーに混ざるなんておこがましいにも程があるやろ。お耳しただけ知名度低すぎんだろう。それはそうだが、てめえは潰す。大丈夫。どんなことがあっても、あかりちゃんは私の嫁だよ。先生。はい。結婚式？待て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 。いや待てや。これで私たち夫婦ね。どっちが夫かわからんが、とりあえずやめろ。あかりさん、私たち、夫婦別姓でいいわよね。突然、おまめな社会問題に切り込むのやめない？みんなの嫁がいたかな？ぜひコメントしてね。俺の嫁はゆずきゆかり。それな。そんなこと誰も言ってないので泣いて眠れ。